けてくれ、誰か、誰か。本当に神殿内で人が殺される声が。確かに血の匂いが。無理を言って神殿の鍵を借りてきてよかったようだな。祭司長様がちょうど宮殿にいてくださってよかった。そうでなければ鍵を借りることも我々がこの中に立ち入ることも許されなかっただろうから。そうですね、あの方は本当に決断が早く聡明なお方です。団長、私は神殿の中には常に神帝がいらっしゃると聞き及んでおりましたが、ここにいらっしゃらないとはどういうことでしょう。もしかしてどこかに連れ去られたんだろうか。その間人の出入りは。別のところに出口でもない限り、誰かしらはこの中に潜んでいるということか。しかし探した限りではどこにも誰もいなかったからな。おまけに他に出入り口も見当たらない。アス、どうした？彫像？どうしてそんなことを？こんなところに階段があるだなんて。おまけに階段のところにまで血の跡が点々と続いている。ああ、行くしかないだろう。これはそうですね、この中に敵が、そして神帝がいらっしゃるのかもしれないのですから。よし、行こう、みんな。我々に課せられた任務は、一刻も早く神帝の行方を探し出すことだ。だからみんなには、たとえ敵が誰であろうとも、まず神帝の身柄の確保を最優先してほしい。神帝とは、我らが契約の主。そのお方を失っては、我らは神を失ったも同然だ。そしてその上で、神殿を血で汚した不敬な輩に神の鉄槌を。ロアフィーナの主もある我らの力を奴らに示せ。
る。でもない。平気だ。私としたことが不意打ちを食らった。誰もいないと思い、少し気を緩めたのがまずかったようだ。そのようだ。お前も気をつけた方がいい。どうしても進めなかったのだから仕方ないだろう。ああ、階段らしきものはあるんだが、そこに行くことがどうしてもできないんだ。人のプライドを傷つけるような言い方するな。しかし、よりにもよってお前にこんな無様な姿を見られるだなんて。バカ、鏡込んで見るの。それ以外のものも見える。とにかく私に構わず早く。どうするつもりだ。それくらいは自分でする。触るの。これだけしてもらえば十分だ。お前は早く先に進め。上まで。まさか私に任務を放棄させるつもりか。冗談じゃない。この
一大事に、怪我の一つや二つで任務を放棄できるか。何か言ったか。だいたいそんなことをさせたら、お前までその間任務につけなくなってしまうんだぞ。本当にそれでいいのか。いいから私のことは放っておけばいいんだ。さあさっさと先に行け。だから私にそのつもりはないと言っているだろう。人の足手まといになるようなことなど私にはできない。仕方ないな。一緒に行ってやる。大丈夫だ、これくらい。大丈夫だと言っただろう。勝手に人の体を支えるな。しがみついてなんていない。ただ少しだけ肩を掴んで、少しだけ寄りかかってるだけだ。大丈夫だ。見てみろ。私はこの通りちゃんと歩。今笑っただろう。絶対私のことバカにしただろう。いいから正直に言え。私のこと笑ってる。勝手に人の腕を掴むな。なんでもない。そうだな。そう、我々は一刻も早く神帝を救い出すという任務を全うしなければならないな。それだけだ。それと怪我は関係ないだろ。なんでもない。一体何の音だ。
の音は。無理に医務室で寝かしつけたから。あ、正直わざわざ寝かせることもないと思ったくらい元気な感じだった。随分と大事にしているんだな。ルフィーナといえば